中国貴州省人民政府機関の幼稚園で武装警察が警備している動画がこのほどインターネット上に出回りましたこれは数日前に厚生チワン族自治区の幼稚園で起きた殺害事件とは対照的ですネットユーザーが公開した動画によると貴州省人民政府機関の幼稚園の正門前には武装警察が監視台に立ち 縦や暴動鎮圧用の機材を持って通路を警備していました4月28日午後2時頃ある男が公正地湾族自治区北竜市新法鎮の見学幼稚園に侵入しナイフで数人殺害したと複数のメディアが報じました4月30日にもある男がナイフを持って公正地湾族自治区京平市の城南幼稚園に侵入し多数の園児を殺害しました 同動画には、我が国が安全で、社会が平和だと、毎日宣伝しているのは、こういうことだったか、中国共産党という特権階級の子供が通う、幼稚園のセキュリティレベルは、一般人の子供が通う幼稚園とは、比べ物にならない、といった皮肉なコメントが寄せられました。